行動力満点やな。イケメン。おっと、うえ、イケメンが現れた。え、少なくとも世当たりのうまさでは俺は貝の神殿の後陣を拝しているよ。なんか二人バチバチやね。仲悪いんかな。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ハルコ乗る時の中でセブン体験版の続きをやっていきたいと思います。体験版は第2章までだったんで、体験版としてはここまでなんですが、本編もどこまで実況していいのかがいまいち分かんないんで、続きをやるか分かりませんが、とりあえず第2章楽しんでいこうと思います。おお、綺麗。海かな、どこに着いたんやろ。おお、ここが雪村さんたちの世界？マジで別世界って感じじゃん。広い湖だな。はい、戻ってきたのは確かですが、ここは一体？あ、知らんと。俺たちの入った生駒の洞窟とは全く別の場所のようです。なるほど。蒼天の下、大地はどこまでも続く。どこに出ようが問題ない。ポジティブ。いいよいいよ。そうですね、長政様、武士たるもの細かいことは気にしません。いいね、かわいいね武蔵くん。いや、ちょっとは気にしよう。誰かこの場所に心当たりない？この穏やかな水面、対岸に連なる山々、不思議と見覚えがあるんだが。この世界出身の人みんながあんまり知らないって不安。幸先不安です。ああ、わかった。ここは近江の竹生島だ。竹生島。そうすると琵琶湖の真ん中かい？なんでまたそんな場所に。そういや、ここいらは竜神の信仰が特に強いって聞いたことがあったね。なるほど。その琵琶湖の真ん中ってことは船かなんかあるのかな、戻れんのかな、心配だね。流血ってのが行くべき場所につながるなら、巫女の帰還としてここはふさわしいってことかい？なるほど、竜神様が選んだ場所なのかな。なんだろうこの場所、初めて来たはずだよね。だけどなんだか不思議な力を感じる。え？そうだ、私はここにいたことがある。懐かしい。あ、昔の記憶が蘇ってきよった。もっと確かめたい。ここはどこ？いやいやいや、一人で。ぶつかってる。行動力満点やな。イケメン。おっと、うえ、イケメンが現れた。え、めっちゃかっこいいんですけど。え、なんか知的な感じがしますね。思いっきりぶつかってしまった。すみません。一瞬竹生島の女神が現れたのかと思ったのにな。いい声。先陣を切って駆け抜けてくるとは、イノシシのようじゃないか。悪口言われてる。イノシシ。ああ、これは失言か。では言い直そう。イノシシのように愛らしいお嬢さん、次からは前を見て歩くことをおすすめするぜ。かっこいい。イノシシとか言われちゃったけどかっこいい。そんな褒め言葉ある？知らない男の人に、あなたはここで何をしてるの？関わってる場合じゃない。あなたは。俺も罪な男だな。どうやらイノシシ娘の興味を引いてしまったらしい。そのイノシシってのやめてもらっていいですか？またイノシシって。悪い、さすがに失礼が過ぎたな。あ、ちょっと意地悪な感じなんだね、可愛いわ。許してくれ、あまりに不思議な出会いだからつい面白くなってしまった。これでも怪しいものじゃない。俺は直江兼継。え、上杉家の家老を務めている。直江兼継さんだったの？あなた、直江兼継さん、この名前も聞いたことがある。確か有名な武将だったはず。こんなことならもっと日本史を勉強しておくんだった。兼継殿。あ、知り合い。お、雪村。お久しぶりです兼継殿。ほう、直江殿か。まさかこんなところで会うことになろうとは。あれ、あまり仲良くない感じ？
おやおや、見渡してみればゾロゾロと気になる顔ぶれがずらりだ。これは一体何事だい？私たちはさっきあの洞窟を通って。洞窟がない？え？消えたと？怖すぎるやろ。本当だ、確かにここにあったのに。どうしよう、帰れない。もう一度開けられないかな。まあ、山自体はあるんだよね。もう一度開ける何かきっかけみたいなのがないかな。一度開いたものならまた開けられるはず。とにかく叩いてみる？それとも掘り進めればいいのかな。脳筋。いや、そうじゃない。兄ちゃんちょっと引いてるもんね。多分大丈夫だよ。流血は力の溜まり具合によって開いたり閉じたりするんだと思う。なるほどな。ほら、気の流れは一定とは限らないだろう。そうだね。そうだな、おそらくだけど一度使ったら閉じると考えていいと思う。その使い捨て方式な。でもこの世界の流脈が傷ついている以上、流血自体はなくならない。他の場所を探せば別の流血が見つかるはずだ。なるほど、じゃあ他のところから行けば一体別の流血が。それなら慌てなくても大丈夫かな。流血を探すときは俺も手伝います。遠慮なく声をかけてください。いい子やな、武蔵くん。かわいい。ありがとう、武蔵くん。どうやら事情はありとみた。不審に思われるのももっともですが、こちらの方々は決して怪しい人物ではなく。いい表情をするようになったじゃないか、雪村。え、直江さんそんなに雪村君のこと知ってんの？そういうことなら、さあさあ語って聞かせてくれ。わあ、かっこいいな。なんか直江さん言葉の端々がかっこいいな。うん、流血の向こうは異世界で、そこから竜神の巫女を連れてきたと。絶対信じてないやろ、その言い方。なるほど、さっぱりわからん。慶眼と名高い上杉の執政殿にもわからないことはあるんだな。そりゃ俺を買いかぶりすぎだ。少なくとも世当たりのうまさでは俺は貝の神殿の後陣を拝しているよ。なんか二人バチバチやね。仲悪いんかな。だけど竜神の巫女ぐらいあんただって知ってるだろう、金継ぐ。一応な。だが俺は竜神の巫女ってのを歓迎するわけじゃないぜ。まあね、ポットでの女の子が「はい、竜神の巫女です」って言っても信じられないしね。竜神の意志を受けて動く巫女などいたらかえって困るじゃないか。あ、そういうこと。まあ確かに神様が全部指示したら困る人もいるよね。基準は軽視してこれを遠ざく地と言うべし。ん、難しい。何言ってんだろう。俺は神に支配されるのはさらさらごめんだぜ。かっこいい。じゃあ竜神の伝承が残る竹生島にわざわざあんたが来たわけは？去年太后が亡くなって世の中騒がしいってのに。次第に春めく如月に風流心をくすぐられただけさ。いや、絶対他に用事があるはず。釣りをしがてら竹生島見物、それ以外に対はない。そうかな。何せこの竹生島といえばこの日の本の要石。へえ、そうった。大地の最も深いところ、金輪際から生え出た水晶の柱の突き出たところだ。なんかまた難しいこと言ってる。漂う国土をつなぎ止める国の中心の柱を一度は見ておきたくてな。竹生島がこの国の中心？不思議な力を感じたのはそのせい？この響き、まるで心の中で鳴ってるみたい。この心柱で竜神とこの国はつながれているのさ。心柱。人々が竜神を信じる限り、竜神は加護を与え国土を守る、そういう約束だ。なるほど、ここで竜神と交流するような場所があるのか。だがそれはそれ、これはこれ、そこのお嬢さんにも何かしらの力はあるんだろうが、竜神の巫女となると素直に信じるわけにはいかんな。まあそうだよね、竜神の巫女が現れなくなってから何十年も経ってるわけだから。大体巫女は20年近く前に消えたのを最後に選ばれていない、そんな話じゃなかったか。でもそうだよね、かの有名な姫でも果たせなかった役目だ。簡単に次が現れるわけは。いや、別の可能性に気づいた。
似ていると思わないか。三の丸殿や淀殿に。淀殿に？否定できんな。面影はある。あるったい。また見られている。別の可能性。なるほどな。やっぱ頭いい同士はそんな短いワードでわかるんだね。よし、わかった。だったら竜神の巫女に使える星の一族を呼ぼうじゃないか。おう。堺のエゴー州の包み屋、君たちも知ってるだろ。茶会で一度お目にかかったことがありますが、あの方が星の一族なんですか？ああ、確か竜の玉を預かってるって聞いてるぜ。お、そうなんだ、あるんだ。彼女が本当に竜神の巫女なら、竜の玉が八王を選ぶはずだ。確かに、星の一族なら竜神の巫女かどうかわかるだろう。これ以上の適任はあるまい。でもさ、もしさ、そんな星の一族が、いや、あなた竜神の巫女じゃないですって言われたら、既存じゃない？この時代に既存じゃない？竜の玉？星の一族？またよくわからない言葉が次々と。私が竜神の巫女だと確かめるには、手順を踏んで調べる必要があるってこと？ああ、別にこっちは竜神の巫女だと主張する気はないんですが、それでも、試さなきゃダメですか？違ったら違ったで構わんだろう。試すことに何の不都合がある？あ、お兄ちゃん隠したいんだな。それは。あー、お兄ちゃん、竜神の巫女かどうか試す。私もはっきりさせたい。星の一族とは玉ってどう試すんですか？まあはっきりさせよう。自分が竜神の巫女なのかどうか私自身もはっきりさせたいです。その星の一族っていう人たちに会えばいいだけなんですよね。別に君が構える必要はない。星の一族は竜神の伝承に通じている。愛さえすればあっちが竜の玉を使って君を見極めるはずだ。あ、そうなんだ。だからその玉が何なのか分かんないんだけどな。それに真の巫女ならば早めに引き合わせておいた方がいいだろう。星の一族は竜神の巫女に仕える立場でもある。巫女にとっては大事な味方だ。味方？そうですね。星の一族ならばその力で姫を守ってくださるでしょう。ぜひお会いすべきです。それまでは私たちが同行します。わあ。まあ仕方あるまい。ここで放り出すわけにもいかん。付き合おう。長政様はなんだかんだ言って優しいんだよね。ありがとうございます。よし、話はまとまったな。包み屋には使いを出す。大津で顔合わせといこうか。ただその前に一ついいからいい？何？なあ君、君は幼い頃の記憶がないそうだな。え、そんな話今したっけ？はい、あ、さっきしたのか。あのちょっと空白の時間に。はい、この間まで忘れたことも忘れてましたけど。記憶を取り戻して自分が何者か確かめたくないか？私が何者か？ちょっと待ってください。いきなり何を言い出すんです？ああ、お兄ちゃん守ってくれてる。君には聞いてないぜ。彼女に答えてもらいたい。記憶がないと心もとないだろう。心の隙間を埋めたくないか？何？君を案内したいところがあるだけだ。何の危険もない。何度か夢の中で聞いた声、あれが何なのかはまだおぼろげなままだ。ちゃんと確かめられるなら記憶を取り戻しに行く。自分について知りたい。不安はあるけど、まあ記憶取り戻せなら取り戻した方が絶対いいと思うんだよな。お兄ちゃんには悪いけどさ、やっぱ不安だろうからね。自分について知りたい。もちろん自分について知りたい。お願いします。記憶を取り戻せなら行ってみたいです。このおっさん、うさんくさいぜ。本当にいいのかよ。初対面でだいぶ失礼なこと言ってる。うん、うん、可能性がある以上おじけづいていられないから。肝の据わったお嬢さんだ。血筋かな。まあいい。おお、上がってる。まずは琵琶湖の孤島浅妻港を目指そうか。あ、港があるったい。俺の乗ってきた船がある。さあさ、遠慮なく乗ってくれ。え、この人数乗れる船なの？大丈夫かな。これも乗りかかった船だ。五越同舟と行こうじゃないか。おお、国語の授業。泥船でないことを願うばかりだ。
乗せてもらう立場で。おお、そんな大きい船って、すごいな、琵琶湖見たことないからな。太閤秀吉が前の年に亡くなっているということは、今は慶長4年か。さすが歴史マニア。てかでかっ船思ってた倍でかいわ。手漕ぎの船かと思ったら。西暦で言えば1599年。なんでそんな詳しいん。どうしたんだよサツキ、考え込んで。この世界、やっぱり俺たちの世界の戦国時代にかなり似ているみたいだ。まあパラレルワールドって感じだからね。だからなんだなんだ。いや、なんでもない。それより二人とも体調の方は大丈夫？お兄ちゃん、私は大丈夫だよ。ここ穏やかで綺麗な場所で、なんだか過ごしやすい。あそこ竜の気配が強いからかな。マジで？俺はだいぶきついんだけど、空気重くない？え、なんで？え、なんでこんな違いが出るんだ？空気が重い？そう言われると確かに。だけどこっちの世界に来てからなんだか。そっか、ヒロインちゃんはもともとこっちの世界やけ馴染んどうけど、この二人にとっては空気が違うんだ。なるほどな。うまく言えないけど肌に合うっていうか。空気が重いのは流脈に汚れがあるせいだな。気が淀んでるんだ。音量を見つけて浄化したら少しはマシになるだろう。わかった、ちょっと頑張ってみるよ。着いた？え？なんか怪しい音。なんだかどっちを向いても音量の気配を感じるような。ああ、驚かれましたか。無数にはびこる音量、これが私たちの世界の現状なのです。え？音量がこんなにたくさんいるのが当たり前ってことですか？まあ、そうですね。ですので、必然的に私たちモノノフは音量に立ち向かう術を身につけるようになりました。もうそれはそれでいいことだと思うけどね。私だって音量と戦いたくなんてないんだけどさ。お国さんが戦ってるのめっちゃかっこいいな。旅暮らしをしている以上そうも言ってられなくてね。行き倒れていたところを雪村に世話になった時に戦い方を教えてもらったんだ。なるほど。通りでみんな当然のように音量と戦えたわけだ。巫女殿、ご理解いただけたな。ここはお前がいた場所のような生優しい世界じゃない。これからの戦いではよくよく状況を見極め布陣を決めろ。あ、布陣私が決めるんだ。少々心もとないが、采配はお前に委ねるしかないからな。うわ、プレッシャー私ですか。我らがいかに怨霊との戦いに通じていようとも、封印ができるのは竜神の巫女のみだ。早速お手並み拝見というわけか。ああ、もう戦うんだ。君が倒れたら元も子もない。俺たちを守兵だと思ってうまく指揮してみな。うわあ、こんなにすごいモノノフたちを私が指揮すんのか。めちゃくちゃプレッシャーやな。おお、我らが総大将は竜神の巫女様というわけですね。頑張ってください。かわいい、武蔵君に全てが癒される。こちらの世界に来て早々手厳しいけれど、あんなに怨霊がいるなら戦いは避けられない。気を引き締めてかからないと、これから指揮する立場になる。よく考えてみよう。結構割とすんなり受け入れるんだね、指揮する立場って。すごいなこの子。主人公が戦闘中にできる行動が増えました。仲間の術を発動させる、仲間の気力を回復する。あ、回復もできんな。よっと。おう、直江さん。金継さん、釣りを始めてしまった。私の記憶について何か当てがあるようだけど、読めない人だな。なんだい。その釣れてますかのんきか。気が早いな。釣りってのは気長に行くもんだらしいね。1時間も2時間も待つこともあるんだろうね。つまりまだ釣れてないのか。今金粒さんに話しかけづらいな。他の人の様子は。あの辺りが長浜か。最後にあそこを訪れてから何年になるかな。楽しんでる船旅を。長政さんは長浜の出身なんですか。いや、子供の頃に1年ほど過ごしただけだ。ずっと姫路でお育ちかと思っておりました。どうして長浜に。無論
家のためだ。そうだったんですね。申し訳ございません。人質というかね、そんな感じなんだよね。構わんさ。長浜で過ごすことがどうして家のためになるんですか。わあ、それ聞いちゃう。それはその、お察しください。そうだね。え、こちらの習慣には無知か。いいだろう、教えてやる。わあ、いいんですか。俺が長浜にいたのは人質となるためだ。人質。まあそうだ、秀吉公と正室の高大院が追わす長浜城に人質として送られたのさ。苦境に耐える修行と思い、日々たくましく過ごせ、そう父に諭されてな。だが人質とはいえ、我が子のように可愛がられた、不自由なことなどかけらもなかった。優しいからね、あの二人はね。長政さんはそう言うけれど、かわいそうにお父さんを信頼してたんですね。そのおかげでたくましくなった。まあ、お父さんを信頼してたっていうか、お父さんの役に立ちたかったんだろうな。長政さんはお父さんをとても信頼してたんですね。そんなに楽しげに人質に出されたことを話せるんですから。当然だな。父は天下に名だたる軍配者、知恵者だ。その父の判断であればこそ悪いことにはなるまいと、おとなしく人質役を務めたまでは。おお、上がった。余人がどう思っていたかは知らないが、人質生活も悪くなかった。長浜城にいた時は時折琵琶湖で船やマスを釣ったものだ。あ、いいね。釣りが得意なんですか。ああ、なかなかの腕前だぞ。そこで坊主を決め込んでいる直江殿よりもよほどな。二人に一体何があったんだい。なんでそんなバチバチすんの。ずいぶん自信が終わりと見える。だったら今度勝負をしようじゃないか。受けてたと。ヒレフス貴殿の姿を見るのが楽しみだ。うまく合わないんだな。その言葉そっくりそのままお返しするよ。可愛いな二人。この二人仲が悪いみたいだな。さすがのヒロインちゃんも察したか。へえ、ここが浅妻港か。この世界では結構大きな港なんだな。現実世界ではちっちゃい港なんかな。ここってひょっとして天の川の河口。お前んとこの近くを流れてる。そうそう、前に自転車で遊びに来たことあるよ。と言っても私たちの世界とはだいぶ違うね。当たり前だけど、みんな着物だし地面も舗装さ、あ、そうか、地面もね、デコボコしてんだ。でも驚くよりもなんだろう、懐かしい気がしてしまう。俺たちの無事を知らせる書状をしたためた。天魔問屋を探せ、武蔵。天魔問屋。はい、届けてまいります、長政様。わあ、武蔵君働き者やな。さあ直江殿、どこに案内していただけるのかな。そうせかすな。君らの案内以外にもやらなきゃいけないことがあるんだ。まあ忙しいったい。手紙を書くんですか。ああ、野暮用でな。なるほど。この世界の手紙っていちいち墨でやらなきゃいけないのかな。難しそうやな、この道端だったら。おお。共回りの者にこれを渡してくる。ちょっと待ってくれ。何書いたんだろう。あのさ、実は少し船に酔ったみたいで。ああ、そっか。この時代の船は結構揺れそうだな。悪いけど先に行っててくれる。一人にして大丈夫かな。そうだったんですか。すみません、気がつかなくて。少し出発を遅らせてみんなでここで休んでいきましょうか。心配性だね。一人で大丈夫だよ。休めそうな場所に心当たりもあるし。まあね、この世界は詳しいだろうからな。でも誰かがついていた方がよくありませんか。奥に、あまり遅かったら探しに行くぞ。いいか。ああ、二人はもう通じ合ってるからな。ありがとう。だいたいいつものとこらへんにいるから。じゃあね。行っちゃった。顔色はそんなに悪くなかったけど大丈夫かな。待たせたな。さてと、それじゃあ浜街道を南に向かうとするか。
え、どうした兄ちゃん。兄ちゃん兄ちゃん、不穏な空気流さないで、どうした。風の音しかしない。静かだ。どうかしましたか、姫。何でもありません。かつて、この城には天下をつかみかけた者がおりました。この場所には、黄金と秋に輝く天守台が高くそびえていたのですが、今は何もありません。焼け跡と化してしまいましたね。それで、何か思い出せたのか。いいえ。だろうね。そんなはずはないんだがな。記憶戻りませんでしたね。せっかく連れてきてもらったのにすみません。そう簡単にはいかないさ。落ち込むことないって。さあ戻ろう。お兄ちゃんほっとしてるなのな。あ、え、なんだあれ、なんだ何。今そこで何か光ったような気がして。なんだ。小さな欠片がいくつも落ちてるみたい。なんだろうこれ。え、あ、なんか思い出してる。父上、これが地球儀ですか。地面って丸いんだ。かわいい。どうだ、面白いだろう。ここが南蛮だ。信長公だ。南蛮人がここから船でやってくる。珍しいものをたくさん持ってな。どうして来るだけなのですか、父上。ん？それはこの国には南蛮に渡れる船がないからだな。ならこの国で船を作って船を南蛮に送りましょう。おお、すごい有能やな。南蛮人にできることが父上にできぬはずがありませぬ。おお、よくぞ言った。さすがは我が娘。やっぱ主人公は信長公の娘なんだ。そうだ、どうして忘れていたんだろう。私はここに住んでいた。父上と織田信長と一緒に。そして私はこう呼ばれていた。おお、異世界での呼び名。どうするどうする。異世界での呼び名、茨姫。まあ、茨姫でもいいけど、茨姫。ああ、そうだね。普通が茨だから、茨姫で行くか。OK。違いが分かんなくなるからな。OK。入力完了。はい。主人公の名前は茨で、え？そう言われると。相性だからね。相性じゃ茨で行こう。OK。茨姫と。お前は本当に父上とそっくりだな。信忠さんだ。あ、兄上、散歩しも。こんにちは、おばうえ。何して遊ぶ？宝探ししましょう、散歩し。私、すごい話聞いたの。お城の宝物にね、白竜の鱗っていうのがあるんだって。白竜の鱗？そんなのがあんの？時の流れを超えて、好きな時に行ける宝物だよ。わ、これさ、はるか3を思い出してグッときちゃうんだけど。はあ、すごいな。僕にも使える？いや、残念ながら普通の人間には使えないんだ。おそらく竜神の巫女、そなたならば使いこなせるはずだ。お、本当ですか、父上。うん、なればこそ名物の茶道具をいくつも手放して手に入れた。ええ、準備してくれたんだ。ただし、白竜の鱗を使えるのは一度きり。いよいよの時まで使ってはいけないよ。いいかい？わあ、優しい。みんな優しい。はい。行こう、散歩し。わあ。姫様のご気性は本当に上様そっくり。お気に入りの娘というのもうなずけますわね。姫様は白竜の申し子ですもの。ひたすら前に進まれる上様と気も合われるでしょう。今となっては上様がおそばに置いていらっしゃるお子様は姫様お一人。ゆえに他のご兄弟から妬まれているとの噂もありますけれど。そう気をもむことはありませんわ。長兄である信忠様が姫様を気にかけてくださっているのですもの。そっか、あのお兄ちゃんやっぱ優しいんだな。ええ、
姫様にはご立派な兄君、それからご立派な許嫁もすでにおいでですものね。え、許嫁いんの？本当に先日も姫様のために美しいお花を。誰、許嫁おったったい。今のは現実の一種でしょうか？え、待って、みんな見えてんの？今のは私の過去です。どうして見えたのかわからないけど。時のかけらだ。時のかけら。竜神の力の作用で土地に刻まれた記憶が結晶化して封じられたものだよ。そんなのがあるった。記録にはあったけど、まさか本当にあるなんて。兄さん、私思い出した、思い出してしまった。父上、兄上、三法師、私は時のかけらに触れたから今はっきりと感じる。私はここにいた。だけど一気に昔の記憶が頭に溢れてくる。くっ、光秀め、炎にあれほどご恩を受けながら謀反を起こすとは。是非もなし。これも戦国の世の習い、油断したわ。父上、そなたは落ち延びよ。安土へ戻り、竜の鱗を探せ。この父の懐刀を守り刀としてそなたにやろう。これで道中身を守れ。え、父上。信忠が無事京を脱出できればよいが、さもなくば父の庇護を失えば竜神の巫女であるそなたは立ちどころに狙われるはず。そなたは竜の鱗を持って飛べ、遥かなる時の彼方へ。嫌です。どうしてそのようなことをおっしゃるのですか、父上。父上はお強い、誰にも負けませぬ。父上は、父上は。人生50年、面白を生きたわ。この父に悔いはない。まあ生きてほしいな。これも乱世に生まれた者の定め、天運が尽きただけのことよ。乱世？乱世とは戦の世。戦いに生き、戦いに死ぬ。何人もその定めから逃れられぬ。今は乱世だからって諦めたりはしませぬ。運命など受け入れませぬ。かっこいいな。ならばそなたが乱世を沈めてみせよ。これでこのセリフにつながるった。そなたは竜神からの預かり物。父と定めを共にすることはない。そなたの使命は別にある。そういう竜神とか抜きにしてもさ、自分の娘生きててほしいんだろうな、信長公は。使命？そなたには竜神の巫女としてやらねばならぬことがある。今は異なる世界に逃れても、時が来たれば使命を果たすためこの世界に戻れ。そなたの力は乱世を鎮めるのに必ずや必要になる。恐れることはない。竜神は常にそなたと共にあるのだから。でも父上はどうなのです？誰かある。明智の包囲をかいくぐり、姫を安土まで届けよう。はっ。わあ。いや、父上、話して。父上と一緒にここにいる。まあ、ちっちゃいからね、まだね。父上。わあ、つら。こらえてくださる姫様。もし安土の城にある白竜の鱗が本当に時を超えられるなら、お父上、お兄上を助けに戻れるかもしれませんぞ。ああ、そういうこと？あ、そうだ。白竜の鱗さえあれば。うん、わかった。早く安土に戻ってお助けしなきゃ。お頼み申しましたぞ。いたぞ！本能寺から逃げた織田の姫だ！わあ、追われてる。姫様、お逃げください。でも子供なら藪の間を通れます。安土の城まであとわずか。走るのです。わあ、君も死んじゃうのか。そうだ、本能寺の変の後、ようやく安土城にたどり着いた私は、白竜の鱗を探すために城の宝物庫を目指した。ダメです、おばあ。
行っちゃダメ、城に火をかけるって。わあ。待ってて父上、白竜の鱗があればきっと父上と兄上を助けに行ける。早く見つけないと。私だけ逃げるなんて嫌、絶対にお助けする。わあ。きっとこれだ。そうか、こんなちっちゃいのに。わあ、炎が。どうなるんだ。熱い、熱いよ。出して、ここから出して。おい、焼け死ぬ。熱い。あ、これで炎がダメになったったい。苦しい、悲しい、父上。大丈夫か、しっかり。ちくしょう、妹になんてことをしてくれたんだ。金継殿、あんまりです。身の危険はなくとも、これでは心が壊れちゃうかもしれないな。こんな恐ろしいことを無理やり思い出させるなんて。荒領事だったのは認めるさ。まさかこんなことになるとはな。すまなかった。だが開き直るようだが、これではっきりした。彼女が正真正銘織田信長の娘で竜神の巫女なのだと。この土地に刻まれた記憶を俺たちも見ることができたのは、おそらくは巫女の力だ。あ、そうだ。そうなんですね。私本当に記憶を取り戻した今、君の心のありようも多少変わったんじゃないか。はい。炎がずっと子供の頃から苦手だった。それも私が炎の中であんな思いをしたから。こっちの世界で生まれたかもしれないってこと、理屈では受け止めてました。だけどどこか実感はなかったんです。私は向こうの世界では天野家の普通の女の子で、それが現実だったから。でもやっぱり違う。私の故郷はここみたいです。そして私は織田信長の娘だったんだ。あー、さつき兄ちゃんは知っとったったい。なんで知っとるんやろ。でもそれでこのまま大津に向かうか。巫女であるのは分かったが、だとすればなおさら星の一族に引き合わせねばな。反対。こいつの顔、髪みたいに真っ白じゃん。わあ、ヤマト君、今までと変わらずに接してくれてる。いろんなこといっぺんに思い出したせいじゃねえの。一旦どこかで休みませんか。ちょうどお国が多賀大社にいるはずです。そこまで行きましょう。そうさせてもらえると助かります。すみません。まあね、自分の父親が死んだところを2回も見たってことになっちゃうからな。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。